私のみんなのルームからも見えてるこれ。うんとちょっと待って自分のメッセー開いてみよう。うんとみんなも見えてる？こんばんは。うんセーター当たったありがとう。結構当たってる方多いのかな？そんなことない？あ見えてる？んるあ本当だ見えてる。 見えてる見えてる。こんばんはー。あ、誕生日前後三日あすええあと三日で誕生日私嘘。え本当だ。えもう誕生日来るんだ私。<laughs> こんばんは。ほやこんばんは。こんばんは。 誕生日おめでとうありがとう。<laughs> 間違えたありがとうじゃない <laughs> まだだった。<laughs> こんばんは。寒い。うん十八歳じゃないです。<laughs> こんばんは。こんばんは。あと三日間早いな。誕生日イブイブイブ。 春香織の写真届いたありがとう嬉しいお疲れ様お疲れ様ですお疲れ様ですお疲れ様です今日寒いですか生誕 T シャツ着ていきますありがとうピンク髪のじいさんあわかりましたピンク髪になったの 母からプレゼントは届きませんうちはねそういうのないんですよ本当に母さんそういうサプライズ感ないからマジでうちはねないんですだから全然ないね今日は比較的あったかかったよねお誕生日おめでとうありがとうまだだけどまだだけどこんばんまん今日はね移動中にねずっとね僕の太陽のセトりを聞いてた <laughs> うん、家族からタンプレとかないですねうち特にないこんばんは何かねその私音楽サイトとかに入ってないからその、聴けないんだけどでもその資料楽曲資料として展開されてるやつを勝手に勝手にってうかそれ聞く分なんだけど練習とかでそれを音楽プレーヤー代わりにして聴いてます <laughs> こんばんはなんかドライブみたいなやつそうドライブドライブとかでタンプレ要求すればいやいいですよこんばんはこんばんはそうそうドライブできるこんばんはこんばんは ごめんね今日ちょっと急になっちゃって時間今日の配信早いそう今日早いのちょっと申し訳ないこんばんはうんサプライズされたら嬉しいけどでもうんいいかなこんばんはなんかさ何欲しいって言われても思いつかないんだよねなんかわかるこの感じなんか欲しいものってなんだろう何でも嬉しいって思っちゃう初見ありがとう カオちゃんの可愛さにつられてきましたありがとうあ七7号ぐらい最初にできたからすぐに仕事入ってきたありがとうね900回目の訪問ほんと当に嬉しいこんばんはこんばんは明日のお話し会コスプレ明日なんかど明日か明後日のどっちかで 生誕って生きようって思ってるんですけど、どっちで生きるかまだ未定なんだよね。こんばんはー。こんばんはー。こんばんはー。んんはーあ、ショールームの、なんだろうね、それ、なんか、なんかにノミネートされてるって、755さっき見たらコメント来てた。なんですかなんだっけ何にノミネートしてくれたのなんか、なん、なんかにノミネートされたらしい。 こんばんは街で生誕的です。見たことない <laughs> な何何のノミネートなんだショールームアワード <laughs> 言い間違えたいっしょショールームアワードのノミネートな何せどうなるのノミネートって何 ラミネート <laughs> 嬉しいなんか分からんけど嬉しいありがとうございますノミネートしてくれてショールーム関連でってことかどういうことだかおりちゃん今日は短めなのにそう2時間からの短めで本当にごめん <laughs> ラミネート加工ってかわかる毎日配信したり イベント達成回数などで選出されるんだよ。えぇ、ー、そうなんだ。イベント。えー、こんばんは。レッドカーペット歩けるの <laughs> すごい。すごーい。そうなんだ。半身浴なうかなおいいね、半身浴。こんばんは。頑張って、ありがとう。 授賞式とか出ちゃうえぇ、ー、そんなのあるのすごいそんなのがあるんだ嬉しいねあまに配信してるからそういうことこんばんは嬉しいなみんなのおかげだな <laughs> 頑張ってくださいありがとうございますこんばんは ちゃんの写真集岡山ってすごいエリーちゃんに会ったら聞いてみたいどこに行ったんですかってかおりんちカーペット敷いてる敷いてるなんかカーペットっていうか何て言うんだそんなおっきくないんだけどあの何、ー、だろうこれなんかラグラグなのかなどっちかというとかおりちゃんのショールーム癒されるんよなえうれしいありがとう <laughs> ショールーム乗っ取りできんの <laughs> 面白い ラグラグマットみたいなの敷いてます倉敷かそうなんだどこで買ったのこれはアマゾンのかなアマゾンさんで買いました <laughs> え多分アマゾンさんだと思う多分かアマゾンさんかニトリさんかフランフランさんが多いかもそううんうんうん なんだろうこれどこだっけな忘れちゃったぶんアマゾンじゃないかなうんうんうんこんばんこんばん夏と冬でもっと変えたりする変えないかもっちうち結構四半四半世紀ぶりに来ましたえっそんなに久しぶりだっけありがとう覚えてるよちゃんと。 去年ののアワードはユリナさんだったのすごいゆりなさんゆりなさんいっぱい配信してるもんねこんばんはゆりなさんかわいいよねあハロウィンナイトなそうだよね今日チーム A がハロウィン公演してるからハロウィンナイトうちらもねフェスの時にハロウィンナイトやったよこんばんは洗濯時期わかんないいつもだからなんかはたいたり 叩たいたり、あと、なんだっけ、コロコロしてる。え、嬉しい、泣いた。もちろん。結構私、人覚え、人覚え得意だよ。チーム公演でハロウィンは久しぶり。確かに。ハロウィンナイトいつや、チーム4の時にね、やったことある16人のチーム。え、センターさせてくれたんだよ。びっくりした。マネージャーさんが多分、粋な計らい。<laughs> すっごい嬉しかったんだけど私すっごいハロウィンナイトのダンスが苦手だったのその時だからうわーってなってたの「やばいやばい苦手なのに真ん中やばいどうしよう」って言ってたなんとか頑張って練習して <laughs> なんとかなんとかじゃあハロウィンナイトちょっと難しいの私的にねえ16人公演いつ戻るんだろうねどうなんだろうでもまだなんか戻れないんじゃないかなわかんないけど そもそも人数がが足りなないいような気がする昔みたいにだって今チーム B で18人いて18人中16人のスケジュールって合うのかなってだから当時ってよくスケジュール合ってたなって思って全員すごいよねなんか今思えばそう考えるとなんかもうコロナとか以前に人手的に無理な気がしてきた18人しかいないからそしたら2人だけ出れないけど どうなんだろうって思って今思えばよく揃ってたよねねこんばんはこんばんはねスケジュール合わせるの大変そうね本当にそっか今よりチーム単位で動いてたか君確かに ね16人だったのにねなんか8人が今当たり前みたいになってきちゃってるあ確かに各チームなんかチーム超えて助っ人とかもあったよねこんばんはーおおチームのうの軽いぐらいだすごい飲みに行ったありがとう僕対しかできなくなりそう確かに8人怖いなって出演回数増えたえどうなんだろううんーどうなんだろうなあんま変わんないかもしれない どううなんだろう8人だとしても毎回出れるわけじゃないからそう考えたらあんまり変わんないような気がするかおりちゃんさえ見られればいい <laughs> ありがとうなんか嬉しいありがとうこんばんはありがとうございます8人でも十6人 8人になれるとなんか8人もすごいよく感じるんだよなんかうんかおちゃん記憶力すごいああありがとうもう覚えてるよね覚えてるよん <laughs> 綺麗なパッツンありがとう確かに楽屋も狭くなっちゃうかも1回でいいからソロ公演見てみたいえ誰のですかえ私のえっ、ー、本当に嬉しい。 お客さんはまるかな。お、千代さんセンター、そうなんだ。天使のように可愛くないですよ。本当に優しい。遊びに来た、ありがとうございます。うんうんうん。仕事あって配信帰ってきたら配信して,て嬉しい。ありがとう。今日短めなのごめんね。あ、四人公演 4人か演んだったらさユーナーモディオンさんとかなのかな4人だとパッと思いついたの中西海さんは4人じゃない5人とかいるのかな口笛吹けるよ口笛得意です明日何話そうかねえ明日なのやばくないめっちゃ楽しみなんだけど楽しみです鈴鹿 <laughs> りん。 か香りに知ってる人多分5人ぐらいしかいないと思う <laughs> 知名度がありませんけじたできないなんか「トゥルルル,ルルルみたいなやつよなで,できない明日オンラインですそうオンライン誕生日おめでとうありがとう <laughs> 今日じゃないけど <laughs> ハロウィンなんだ明日めっちゃ楽しみ嬉しいリップロールはできるよ これはボイトレでやってるリップロールあリップバブルかリップロール一緒かこんばんは香ちゃん好きありがとう5人のうちの1人や <laughs> ほんまに <laughs> こんばんはショールームで香りの部屋するゲストさんゲストさん誰が来るかな明日は仕事なのであお仕事頑張ってる、ね、くしゃみです こんばんは。なんでできたんだっけそもそも鈴原カオリって全然覚えてないめっちゃ前の話だよね。急にできたんだよ。またカラオケ配信今日はうんちょっと今日はできないんだけどまたするね待ってて。こんばんは。こんばんは。 鈴春香織のいつへ止まってるんだろうもうだいぶってかも七755からいなくなっちゃってるよね二人とも <laughs> 消えちゃってるんだけど鈴葉ちゃんとお林ちゃんがもう消えてるから多分もう <laughs> 実質春香かしか残ってないんでしょこんばんこんばんはこんばんは「鈴春香かの LINE グループないです LINE グループはないね あ、ンサーチンジョプあンりがとう最近フォロワー増えてるえ本ほんとにそうなの嬉しいありがとうこんばんは LINE グループないよ LINE グループはそんなになんかメンバーだけの LINE グループって特にないかも16期とかそういうのはあるけど数人で数名で作ってるのはないかもしれないこんばんは 時間大丈夫うんまだ大丈夫えっとね何分に終わればいいんだ40分にランキングかな今日短っ <laughs> 本当にごめんなさいごめんね今日はネイルしてないそうちょっと今やってないんだけど明日やりたいなって思ってるえーってありがとうごめんねごめん今日はやんないといけないことがあるんだこんばんは 稲垣かおりちゃん好きだった配信ライバーのカズさんがいてたえー、ありがとうございますカズさんって方カズさんありがとうございます <laughs> いいやでありがとう短すぎごめんなさいごめんごめん顔ぐんじ結局エクステはつけませんエクステつけませんよんなんかいやつけるかもしれないけど とりあえず生誕祭まではつけない予定ですとりあえずとりあえずねどうしよう迷っちゃうつけた方がいいのかなでもねつけないそうエクステ撮ってますもうほら地毛です完全な <laughs> 今日はカラオケダメようん今日カラオケしたら絶対に時間経っちゃうからそう意外とね取り外せた 生誕祭の髪に決めてない何も決めてないですこんばんは最近寝れない日ってないえ毎日寝れない <laughs> 病んでないよ病んでないよ地毛が茶色いのかわいいありがとう早く11月1日にならないからねもうすぐ緊張ないと寂しいえなんでみんなエクステ派になっちゃったのなんでなんで 昨日もね3時ぐらいまで寝なくてやばいやばいどうしよう寝ないよあどうしようって言ったら寝てた <laughs> 緊張するこんばんはこんばんは夜にカフェイン入りの飲み物避けたあ夜カフェイン飲んでない昼も飲んでないんだけどんでね こんばんはん話聞こうか優しい。でもそんな全然。そう。うん。気軽につけ、つけばできないんだけど、気軽に外せるエクステ。テープで貼ってるだけなんで、テープで貼ってるだけだから、大丈夫なの。そう。何やってたの何もしてない。寝転んでる、ずっと。ベッドの中で。やばい、寝れない、寝れないっ <laughs> て言って。そう。ヤクルト戦、聞かなかった。 のど自慢に出るななら何何歌歌いますかかえ、どううしよ AKB の何か ?AKB の何か歌うそう自分で外しました羊を飲む羊を飲むじゃない羊を数えるホットミルクを飲む一緒に読んじゃったでも布団入って潜ってるだけでもあの。 休息になるからい,いですよって言ってたよねそうこんばんはかおりちゃん iPhoneiPhone iPhone です私 iPhone11 古いんですよねもうだいぶそうめっちゃ古いあオンデマンド見た昨日はその昨日の僕隊メンバーさんの僕隊を見てから見てたんだけど寝れなくてやばいとあそうピコンって音がした私のメールかなこんばんは寝れる BGM 流そうかな でもね聞いてよそれにするとそれの音量を小さめにして寝れる BGM 流すと目覚ましが聞こえなくなるの目覚ましもちっちゃくなっちゃうの翌朝そしたら起きれないじゃんそうやばくてだから2台あれば2台でやったりとかするんだけど目覚ましまでちっちゃくなっちゃうの,の BGM 大きくしてから寝れないからその流れてる間に寝ちゃうから困っちゃうんだよね そう横になって目を閉じるだけでもえ脳を休めるって言ってたアロマは炊いてないなあ寝る前にスマホダメなんだよねでも見ちゃうんだよね <laughs> 見ちゃうえそれすごくわかるだよねわかるよねえちょっと待って明日みんなと話せるの嬉しい急に急に我に返る楽しみなんですけど明日楽しみ ラベンダーの香ラベンダーフィールド。ヨーグルト食べる習慣つけてけど。あ、そうなんだ。ヨーグルト毎日食べようかな。ヨーグルト大好きだけど、毎日は食べてないかも。こんばんは。スマホ見ないと寝れない。いや、わかる。君の名はやるみたい。あ、そうなんだ。君の名はってなんだっけドラマだっけ映画か。見たことあるっけないっけなんか聖地があるとこだよね。何のアニメでも聖地はあるっけ こんばんは。ちえちえあるところ。お布団軽いより重いのが寝やすい。あー。なんかちょっとわかる。ちょっとわかる。ラッドウィンプスさんあ、ラッドウィンプスさんってさ。余命10年の主題歌を歌ってましたよね？その方かな？私、小松菜奈さんが好きで見たんです。その映画。こんばんは。ああ、全然全。